ずらりと並んだ淡いピンクの桜エビ。由比港では昨日午後5時に82隻が出港し、桜エビの春漁が始まり、今朝初競りが行われました。初日の水揚げ量はおよそ19トンで、去年に比べると少ないものの、この時期としては順調だということです。今朝の初競りの平均取引価格は1ケース15キロ当たり5万344円でした。春漁の期間は6月7日までで、漁協は産卵時期の桜エビは取らないよう資源保護をしながら漁をしていく方針です。